今回はやっぱり盛り上げていこうっていうそういういろんな話をする中でやっぱりあの思いが一緒だったっていうところからスタートしたいねっていうことになりました。普通こう研修とかワークショップっていうと何か正解があるような形のものが多いんですけど、今日に関しては参加者の皆さんが持ってる経験とか知見から、自分たちなりの解を導き出してもらうようなことをやります。今日参加するのは販売員の方ももちろんなんですけど、あの普段現場で指導されている、スーパーバイザーの店長の方っていうのも参加される予定です。あくまで個人的なんですけども、あの小売りというかファッション小売りの販売している方々の地位の向上というか、そういったのはあの本当に願ってますし、で一社だけでできることではありませんから、業界全体でできるようになっていくのがいいですし、これが次の回でもう1社増えたり2社増えたりというところで少しずつ広がっていくといいのかなとは思っております。